はい、どうもともきーです。今回は行動力の最大値を簡単に上げる方法を紹介していきたいと思います。はい、それでは今回は行動力の上げ方ということで、一応ね、上げ方としては知識を上げていくと上がってきます。はい、こちら、オプションから知識のところを選んで、項目としては、まあ、敵を倒すとね、生態系の知識が上がっていくんですけども、これ結構ね、たくさん倒さないと、どんどん、上がっていかないんで、あと生活とかね、この辺は結構頑張らないと上がっていかない、なかなかね、時間かけて上げていく項目なんで、そして簡単に上がりやすい項目、比較的なんですが、簡単に上がりやすい項目は、人物と地形です。はい、こちら、ワールドマップのいろんなところをね、冒険してって、地形のマップを埋めていく。そうすると、こちら、地形の、知識が上がってきます。そして、人物だと、はい、こちらなんですけども、一応ね、地図で見えます。はい、人のね、まだ話してない人のところが見えます。まあ、今表示になってるんですが、最初多分一般情報になってると思います。はい、上ですね、ワールドマップの上の方、一般情報になってると思うんですが、三角を押して十字キーの右左を押していくと、このようにね、領地資源だったり地下水だったりいろいろ変わっていくんですけども、こちら右の方にある知識に、カーソルを合わせます。そして離すとこんな感じになるんですけれども、はい、この画面で見ると、知識をまだ得ていない、会話していない人物が、ハテナマークで表示されます。意外とこの話しかけてない人物探すと意外といます。これを埋めていく。そうするとすごい簡単に行動力が溜まってきます。はい、この画面なんですけれども、L2 を押して R の、右スティックでこうやってね、ズームしていくと分かりやすくなります。ちょっと話してもわかるんですが、はい、これね、話しても結構わかりますね。ハテナマーク。そして詳しい場所を知りたいときは、右スティックでこうやって持っていくと、まあ大体詳しい場所出てきます。はい、それで一つの街、大体ほぼ、見回ったなと思ってても、よーく見ると、はい、見逃してるところがあります。このようにね、ここにハテナマークあるんですが、はい、こんな感じでよくね探すと、まだ話しかけてない人物、いたりするんで、こうやってねちゃんと確認した方がいいかなと思います。意外とね近場でも話しかけてない人がいたりすることもあります。はい、それでワールドマップの他に、こちら右上のミニマップ、こちらにもハテナマーク表示されるんで、この辺は結構注意して見ていくと意外とねいたりするんで、はい、それでメインクエストで通った場所で、ハテナマークになってて、まだ話しかけてなかったのを全部、さっき話しかけました。はい、そうすると、大体ですが、30ぐらい最大の行動力が上がりました。はい、時間的にも大体5、6時間やれば、今まで行ったとこね、今まで行ったとこの、ハテナマークのね、人物の場所、一通り回ることができました。行動力の最大値が多ければ多いほど、生活活動が結構楽になってくるので、ぜひ今回紹介した、やり方で、行動力の最大値上げてみてください。はい、それでは今回もご視聴の方ありがとうございました。いろいろな攻略動画アップしてますんで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。